情報セキュリティ。マルウェアキーロガーソフトウェアキーロガーの、ログファイルソフトウェアキーロガーの、スクリーンキャプチャー画像キーロガーとは、コンピュータへのキー入力を監視し、それを記録するソフトウェアもしくはハードウェアである。キーロガーは、キーボードの入力信号を記録するものだが、使い方次第で利用者の入力した ID パスワードや住所、氏名といった重要な個人情報まで盗めるため、 コンピュータセキュリティに関連して社会問題の一端に上がっている。一般では、キーロガーといえばソフトウェア型のものを指し、社会問題として扱われるケースにおいては、ハードウェア型のキーロガーは製品自体が限られ、話題になることはあまりないが、ハードウェアキーロガーの不正使用が事件となったケースも稀に見られる。一般的に、キーロガーはパソコンに接続内しインストールされ、 ユーザーがどんなキーやコマンドを入力したかを逐一、記録して内部メモリに記録したり、ログファイルを出力するプログラムで監視目的のほかデータのバックアップなどにも利用できる。旧来のパソコン通信では回線接続後にターミナルソフトからホストコンピュータへ何らかのコマンドやプログラムを入力することで通信を行っていたが、当時はまだ常時接続も提供されておらず、 さらに通信速度が遅い割に通信コストは非常に高かったためできるだけ短時間で通信を終了する必要があった。送信内容を確認する際にも通信時間をできるだけ短くするためには回線切断後にチェックすることが必要であった。このため回線切断後に通信ログをチェックする手段として一種の 黄色ガーが利用されていたが、常時接続の普及で通信コストが下がったため、いちいち回線を切ってチェックする人も減り、同種のソフトウェアは、廃れ始めた。打検数や、各キーの利用頻度を直接取得できるため、キー配列や人間工学の研究でも利用されており、これらに関してはなんだ問題はない。しかし、その過程で他人のパソコンにこの黄色ガーをインストール。 そしてそのパソコンから何を入力したのかを盗み見る手段として使うものが現れ、ついに通信機能を持ち、自動的にログを特定の場所へ送信するルートキットソフトウェアまで登場した。またコンピュータウイルスが備える機能の一つとして実装される例もある。キーロガーはネットカフェなどの公共施設のパソコンに仕掛けられていたケースが過去幾度となく報じられている。 不特定多数の人々が利用する環境ゆえに収集効率がとても良いためだ。似たようなものではマウス操作を記録するものもあり、総じてデータロガーの一種として扱われる。かつてシングルタスクの OS しかなかった時代、二つ以上のソフトウェアを同時に実行できなかったため、オペレーティングシステムに組み込まれる必要があるなど、技術的ハードルの高かったソフトウェアキーロガーだが、 マルチタスク OS が一般的になると簡単に設計できることもあり、大量に出回った。この中には前述した通り不正のない用法もあったが、その一方で、プログラムとしての動作を隠すものも登場、利用者のプライバシーを暴くようなものも登場している。今日では、特に利用者に気づかれないよう設計された黄色側は、マルウェアに分類され、トロイの木馬として、 アンチウイルスソフトにより侵入を防ぎ発見することが可能だ。キーボードの PS にコネクタや USB 端子とパソコンの間に設置するハードウェアキーロガーが市販されているが、これは既存のアンチウイルスソフトでは検出できないため、接続を直接確認するしかない。連邦捜査局はパソコンへのインストールとログの確認を自動で行うマジックランタンを開発したマジックランタンの存在は、 マフィア幹部、ニコデモスカルフォジュニアの電子メール解読のために用いられたことから2001年に明らかとなった。現時点では、マジックランタンは操作目的にのみ用いられているが、民間への流出や同様の機能を持ったソフトの独自開発などが懸念されている。キーボードタッチの音を記録し、叩くときの音の違いの特徴から、キー入力を推定する。こういった ーロガーだが未成年者などや保護者の監督下にあるものが不穏当な電子掲示板への書き込みなど問題行動をしていないかをチェックするプログラム製品も存在しフィルタリングソフトウェア同様に子供の不適当なパソコン利用を制限する監視するといったことにも利用される親が子供の了解なしに子供の私物であるパソコンに仕込んだのであればプライバシー侵害として 法的に問題となる可能性もある。ありがとうございます。